こんにちは、ケアマネミクです。今日はですね、ケアマネミクおすすめのケアマネ試験勉強予想問題集を紹介します。ミクのね、要するにおすすめの予想問題集を紹介したいと思うんですけれども、ミクはですね、言わずと知れた性分者推しです。こちらね、多分上の方に出ると思うんですけれども、こちらのね、問題集まず1冊紹介させていただきます。こちらですね、1回から5回まであるんですけれども、だんだん難しくなっていくというね、結構1回と5回とではかなりね、難しいね、度合いが違うかな。2つ目はですね、中央法規出版さんの問題なんですけれども、こちらはですね、どちらかというと、ザ・王道という感じの問題が多くてですね、わりかしですね、ミクもね、最初の頃はね、中央法規出版さんのもので全て揃えてたんですけれども、結構王道ですね。王道という感じのものが、問題的には多いんじゃないかなと思います。で、3番目なんですけれども、3番目は鳴海堂出版さんです。こちらはですね、鳴海堂出版さんはどちらかというとマニアックな問題が多いんで、やはりね、そういう問題も必要なんじゃないかなと思います。ですので、ミクはですね、性分者と中央法規出版さんと鳴海堂出版の3つの問題集をね、主にね、やってました。できるだけ予想問題集を買うときは、同じ会、ね、出版社のものを買うんじゃなくって、別の出版社のものを買った方がいいんじゃないかなと思います。ミクおすすめの3つのね、問題集ということで、今日は予想問題集を紹介させていただきました。これからね、買われようと思っている方にね、参考になればなと思います。このチャンネルがいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。